です。はい、さくらちゃん。はい、本日までこんにちは。いや、皆さん、ついにこの映画やってきました。僕は怒りに狂って弟に今日はね、仕返しをやっていきたいと思います。もう見てくださいよ。最近やられすぎていろんなものができました。なんなのこれ、ニキビかな？いや、ニキビじゃないな。ただのなんか仕事のしすぎとか睡眠不足じゃないですか。あとは栄養とかかな。なんだかんだね、弟のね、ドッキリはね、楽しんじゃってるんでって、ド M だよって誰か突っ込めよ。で、その突っ込む人は今日いないね。僕は今一人で、そのいつもだったら突っ込む人に向けて一人でね、ドッキリのオープニングを撮ってるんでした。で、そのいつもだったら突っ込む人はこの後僕に過酷ないたずらやドッキリをやられるんですね。ごめんなさい。誰もいなかった。ということで今日はね、珍しく僕の大好きな愛する弟がですね、一人で打ち合わせに行ってるんですよ。で、僕もその弟の打ち合わせ場所に今勝手に来ております。はい、それも弟の大好きなポルシェのマカンちゃんで来ております。僕もね、合鍵を持ってるんで、いつでも乗ってこれるんですよ。プロジェクトメントスコーラー、やったー。多分そろそろなんか上から打ってくれて、みんな見てくださいよ。カモン、うわぁ、ほら、撃ってきたって、お前遅いよ、時差があんとかよ、こんなにもう、お前、恥かいただろ、お前、視聴者のみんなに、お前、謝れよ、ごめんなさいね、みんな、ちょっとかなりの時差がございました、恥かいたよ。はい、ということで、ここにね、もう何リットルかわからないくらい大きなコカ・コーラがございます。これはね、案件でも何でもないんですけれども、はい、ということで、1.5 リットルでしたね。はい、こちらの 1.5 リットルのコカ・コーラの中に、わぁほぉ、じゃあ、メントスがございます。このメントスをバコ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 って入れて、その後どうなるかというと、まあ、話す人もないですよね。バコーンってなるんですよ、もう皆さん、わかってるよね。もうみんなやってるし、もう話す必要もないくらい。もう早速次に行こうか。でもその前に一つだけ言っておきたいことがございます。皆さん覚えてますか、こちらの動画。もう本当に辛かったんですよ。もう車好きなら分かってくれますよね、僕の気持ち。僕はね、そんな辛い思いしたんですけれども、その辛い思いした時に、ね、何をね、神様に誓ったかというとですね、いつか弟が自分の車を持った時に全く同じね、感じのね、刺激ドッキリ思いを弟にもね、味わわせてやろうということですよ。ということでね、今日がそのチャンスでございます。やっとこの日が来ました。神様ありがとうございます。ということで、もう間もなくこちらのコンビニでね、弟と合流するんですけれども、この後二人で仲良くドライブしながらお家に帰ります。で、帰っていく途中で、ね、こちらの中にメントスを入れてバゴンって爆発させて復讐していきたいと思います。で、もちろんね、架空の企画を持ってきたんで、弟にはね、長編動画を撮りながら一石二鳥でお家に帰ろうみたいな感じで言います。はい、皆さん、今日はね、架空の企画を楽しむとともに、弟の困った反応を一緒に見ていきましょう。皆さん、弟くんが来ましたよ。弟くんが来ましたよ。おい、エムレ。やーほー、来てやったぞ。いや、いいって言ったじゃん、俺タクシーで帰るって言ったやん。しかも、お前の車で来てやったぞ。なぜなら、ガソリン代がさ、高くて最近さ。いや、お前帰りガソリンスタンド寄るからな。お前が買え。お前が払うんだよ。いや、なんでだよ。お前が払うんだよ。なんでお前の車で来た意味ねえじゃねえかよ。いや、お迎え来るなら、お前、ベンツで来いよ。ふざけんなよ、お前。俺が払うから。分かった、全部俺が払うから。別にそういうつもりはなかった。ただただね、かわいい弟をね、一人でね、タクシーで返したくなかったんだよ、お家に。とりあえず直で家帰るよ。直で帰りましょうか。で、帰るだけじゃもったいないから一石二鳥だ。僕らが大好きなお家に帰る時も仕事どう。え、何撮るの。ちゃんと企画を持ってきた。45、46万人もいたし、ちょっといつもとは違った感じの質問コーナーみたいな感じでやっていこう。質問コーナーか。質問コーナー、まあ質問のね、ちょっとジャンルが違いますと。え、でも最近なんかコメント欄でさ、質問コーナーやってくださいみたいな結構言ってた。そう、結構来んだよ。はい、回りました。え、てか待って、高速乗る？うん、高速で行こう。下道で行っちゃう？高速で行こう。そんな時間ない。もう暗くなったらお前取れないよ。え、じゃあお前が払え。分かった、高速俺が払うから。行くよ。待って、一回合流させて。行きます。まあ、簡単な質問だから。オッケー。それでは質問コーナー始めていきましょうか。はい、まず第一問目は？小学生の頃の夢は？僕は消防士さんです。消防士さん、かわいいな、お前。僕もね、サッカー選手だったかな、何だったかな。いや、お前警察官だったの、小学校は。警察官の夢もあった。でもね、僕ね、10回、20回ぐらいね、変わってるんだよね。いや、俺も変わってるよ。結構夢変わったよ。なんならね、僕ね、建築士とかもあったね。ああ、建築士、俺もあったわ。建築士、医者、弁護士、もういろいろ変わってきたな。やばいな、本当に可愛い、懐かしい。はい、次。小学生の頃の自分に一言。もっと女子と喋ろよ。もっとデートしとけよ。はい、次。1ヶ月間休みやったら何をする？僕はね、サファリ旅行でも行こうかな。ライオンさんたちと触れ合う。まあ、ちょっと、いいね。いいでしょ？非現実でいいね。お前気をつけて、お前帰ってこいよ、ちゃんと。いや、多分帰ってこれるよ。お前ライオンの口の中入ったらもう出てこれねえよ。ライオンって人食わないから。別に。よく言うよ、お前。お前は？よく言うよ。お前はって何や、エッチな感じで聞くなよ。お前は。お前は1ヶ月休みやったら何する？今めっちゃお前変な声で。いや、何するのって聞いてんの。いろんなことする。もういいよ、もう。僕休みの時はやっぱりもうなんていうの、もう南の国に行って
ってさ、もう優雅にこうやってさ、ココナッツカクテル飲むよね。あー、いいね。やっぱそれが無難だね。マンゴーカクテルでもいいや。そこはどうでもいい、ね、はい、好きな食べ物。もうね、好きな食べ物、俺そういう質問嫌い。全部が好き。カレーも好きだし、そばもうどんも親子丼も全部が好き。餃子も好きだし、全部好き。僕は麺類が好き、基本的に全部。そば、うどんも含め麺類、スパゲッティ全部好き。好きな飲み物はこちらでラストでございます。朝はブラック、夜はカフェラテ。つまんねえ。お前無人島に持っていくものは、ちなみに無人島に持っていくものはリアルにもうタバコでいいや。あ、俺が無人島に持っていくもの聞いてよ。え、お前何に持っていくの、無人島。お前、ね、俺が無人島に持っていくものはコーラとメントスで、俺の好きな飲み物はコーラだよ。おー、やめろ、おい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 。醤油だろお前。醤油じゃねえ、コーラだよお前。匂い嗅げよ。お前ガチコーラじゃんこれ。でも炭酸が抜けてるコーラでした。デッテレースパイスでございます。お前この動画覚えてるか。やられた時の仕返しだよ。ふざけんなよてめえ。うわー、焦ったー。ガチ俺も力がもう一気に抜けたんだけどお前。ちょっとつまんねえな。やっぱ本気でやればよかった。ガチで炭酸抜かずにやればよかった。バカお前、ガチだお前。マジで兄を殺した弟ってお前、デイデイに出るよお前。デイデイふざけるな。お前ジップでいいよその先に。うわー、もう最悪なんだけど。マジやりにんだけど。なんでもっといい反応待ってた。つまんねえ。ちょっとこれ物足りねえな。何が物足りねえんだよお前。心臓飛び出たよお前。おいおい、本当に本当にキャップ閉めろ。分かった、じゃあ閉めろ。キャップ閉めて振ってから開けよう。やめろおい、残ってる。お前、お前進め。おいやめろ、マジやめろ。ガチや。おい、炭酸あんじゃねえかよお前。お前ちゃんと閉めろよお前、キャップとか。マジ物足りなかったんだけど反応。ちゃんと新しいの買ってこようかな。マジ物足りねえ。何が物足りねえんだよお前。マジ焦ったからな。焦ってねえじゃん。俺どれだけお前辛い思いしたか知ってんのかお前。同じお前気持ちにさせるためにやったらね、お前反省してんのかお前。反省してるような顔に見えねえ。まだムカつく顔してんだけど。いや反省はしないけど、ガチ焦ったからな。反省しろよ。ほらこっちの方に飛び出しろ早く。やだよお前。おいやめろおい。おい反省しろよ。帰ってくるよさ、これは聞いてないで声を出せ。新しいの買ってくれって。お前のもっと過酷な反応を見てやる。待て待て、やめろやめろ。俺面白い反応欲しいんだろ。ああ、だから俺が面白い反応してやるって。だから買ってくれって。え、ああそういうこと。うん、うん、おーにゃーやー。おいおい、ぶっ飛ばせ。おい爆発させろお前。口から向けるバゴンで爆発させろお前。みんなには言うなよ。当たり前だろ。爆発するのはお前じゃなくてメントスだよバカ。おい、やべ、バカ。あ、やばい、詰まった。やめろバカ、みんなまだ見てるって。嘘、お前切っただろカメラ。見てるよバカ。どうするんだよ。やべ、俺がこれで喉詰まりしたこと、メントスコラドキルで喉詰まりしたことバレた。お前ぶっ飛ぶな。そしたら俺もぶっ飛ぶよ。俺のせいでまさか俺カメラ切んないといけない。お前ぶっ飛ぶ前にさカメラ切りたいから何人情かだけ教えてよ。俺はもうこれだけ言って去るわ。お前これメントスコラエンジャー。俺メントスコラエンジャーだよ。